皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、11月の26日16時36分いつものようにこの逆光がこういう風になってる時って何かこう僕の顔の不具合だとかそういうようなとこ、これまあ日本と台湾と、まあ、今回のプレミア12に参加していただいた国の方たち、僕は反対してたんですよ、エネルギーの問題。まずプレミア12で日本対台湾のその決勝ラウンドの試合、その後決勝戦のその、もともと僕日本、ま、負けなきゃ台湾突き進めないって思ってたんですよ。でそれで試合途中から見始めて、もう最初から余裕こいてね、試合中の時間帯に意図的に19時ぐらいからシャワー浴びたりとかして、あれですよ、まあ、脱衣所はもう暖房入れてますよ、もちろん。絶対風呂は沸かさないですから。で、ものすごい体調不良になったら、もう風呂を沸かしますよ、それは。まだこうしたら一回もないです。で、まあ、とにもかくにも、日本を負けさせようと思って、途中から日本のピッチャー、テレビ見たときに、日本がなぜかリードしてたんですよ。もうご飯まで食べてるわ、とか思いながら。でランナー溜まっていったりとかしたでしょ。で得点取られたけども取り返してっていう状況で、何かおかしいな、でももう決勝戦も日本と台湾だっていう、そういう状況で、何かおかしいなと思って順位表見たんです、急いで。台湾がすでに決勝進出決定していて、アメリカの方には、まあ、力が流れ込んでいってたのか何だか分かんないんですよ。どういうふうに、急に本気で試合、まあ、もともと本気で試合はしてるはずなんですけど、まあ、力がこう、注ぎ込まれたって言った方がいいかもしれないですよね。で、まあ、もうそれやったら勝つ方で行くわ、みたいな形で、その、進めるっていう、もう、そういうふうな形で結局勝って、まあ、決勝戦は、もうちゃんと日本は、しっかり負けました。あんまりそこで台湾で予選ラウンド始めた。台湾で決勝戦まで終わらせたらいいじゃないっていう。だってね、東京来たらどうせエアコン使ってたんでしょ。で、移動いちいちしなきゃなんないんですよ。そこで、だ台湾で開いてる。そこで終わらせたい。台湾っていう国が移動せなあかんっていう。なんでそのエネルギーの残存の問題にそんな風に逆らうのみたいな形で。もうね、まあ、もうまあ、決勝戦もね、一応 4-0 でしたっけ、なんかもう複雑な気持ちで途中から見始めて、本当に。なんか途中からこう勝ちたい気持ちとか、逆転したくなって、そこをこう自分で気持ちを抑えて。一応ね、まあ、いろんなこと用のために、まだ、我が天下の方の、セカンドアカウントというか、まあ、本当はアカウントの切り替えとか、最初の方で、一回やり直したりとかしてるから。もう、何回ダウンロードしたかもう分かんない状態です。5回以上、そういう人いっぱいいます、iPad とか、こう、老朽化とかで潰れて、で、新しくね、しようと思った時、もう今の僕の状況もひどくてね、Android の方で、紐付けたりとかして、その紐を解いても、今度、映せなくなったんですよ、データ。で、一回、アプリ自体を Android から消しても、なんか、パスワードが違いますみたいな形で、普及はできなくて、多分パスワードは違ってるんだと思うんですけども、まあ、その辺のところは、僕の、政府の方に申し出てる動画見ていただいたらわかります。ユニコーン、Facebook のアカウント復旧させるときに、Watts っていうアプリをなんかダウンロードさせなきゃならないんですよ。で、そこをダウンロードして、Facebook の方でね、自分の画面のはずなんですよ。ジャストアンサーさんっていうところに Facebook も丸投げしていて、そこに専門家の人が対応するって、だからみんながいろんなアプリ作りすぎて、わけわかんなくなってるんですよ。で、その Watts を通してもうまくいかなくて、
で、これちょっとプララさんの方で聞いてもらえますかとか、で、それ NTT ドコモの方に行ったりだとか、プララさんの方に聞いたりだとか、結局よくわからないままで物事が進んで、で、パスワードはもうわからないままになったんですよ。だから一回、iPad とかで保存っていうボタンを間違って押すと、もう全然わからないんですよ。本当に。元が何だったのかっていうところは、電話番号で登録したのか何だったのかっていうところが。で、ユニコーンガンダムでね、そのキャラクターで、ジェガンの発展機みたいな黒い機体に乗ってた、ベテラン組のね、ところに主人公のバナーチがユニコーンガンダムでこう着地して蹴落とされてた人の名前がワッツなんですよ。だからこれ多分前から無理だったと思うんですよ。ワッツ通してもパスワードの復旧が、変更してパスワードの復旧っていう話がこれ通用しなくなってるっていう。政府の方にその IT 関係の人たちが全員集まって、だからもうメモ絶対重要ですよ。僕一回ね、メモ帳の、いろんなパスワードを書いてる、パソコンって書いてるノートがあったんですよ。で、それがね、河川の撮影行った時に雨の中河川の撮影してたじゃないですか。それでも水浸しになっていて、で、カビが生えて、で、それ一回盗まれてるんですよ、カビ入る前に。で、一回そこからいろんなパスワードだけ移して他のノートに。で、そしたら Facebook 忘れたんですよ、パスワード。だからそれ自体がものすごく大失敗で。で、もう泣き入ってる状態ですね。プロの人で画面共有しながらでも復旧できなかったんですよ。あっさりとクーリングオフで対応しましたけども、1回の画面のね、画面共有で4000いくらとか言われるんですよ。泣き入るでしょ、何回も。それ何時間かけたことか、もうトータルで5時間ぐらいかけましたよ。もう次の日もああでもないこうでもないっていうことです。いろんな意味で、今大会に関しては、素晴らしい結果が出たんじゃないかなと思います。こっそり稼いでしまったような形になってるかもしれませんけど、それも僕にお金を払ってもらわなかったら、本当これ無理だから、エネルギーの残存の問題、河川水門開始玉発電とかもそうですけども、なぜ僕の方では河川水門開始玉発電、三井住友銀行潰れた後、なんか次スターバックスが立つとか、なんかわけのわかんないコメントが僕の報告、僕の動画に報告できていて、そこはもうメタンガス抽出場にしておかなきゃならないっていうことで、ね、ちょっとそちらの方からも政府上層部の方に言っといてもらえますか。その岡場駅のもともと三井住友銀行があったところも平地になってるんですよ。僕はね、井上京子っていう人間、黒い服着た銀行の頭口にいたエロ業界の女、もうそれとバレてるから、ジャブ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 、本当にどういうふうな、本当に世の中フェイクで政府が物事回してたから、もう世の中タグが外れまくってるんですよ。本当にこんな無茶苦茶な世の中なかなかないと思うんですよ。倒産するの分かってるのにお金貸してるんですよ。人口だって49年前から少子化してるんですから、あと企業合併、ずっと1990年のバブル崩壊の後ずっと企業合併繰り返してたんですから、証券会社も銀行も。ウィキペディアの純利益とかあれどう思います？皆さん、本当にみずほ銀行って純利益あると思います？みずほ多分富士通さんですよ、富士グループの。だからスーパーコンピューター経営富岳、みんな税金使って大きなスーパーコンピューター作って、で若天下っていうゲームでは多分もうその途中からね、伝説の工場攻略か、なんかそういう、任務というか、何かこう公務というか、何かをこう達成したら金の札がもらえるっていう、その金の札で、伝説の武将を引く、ややこしい話なんですけども、そういう募集令みたいなものね、伝説の武将の募集令みたいなものとか自分でも言っていて笑っちゃうんですけど。
まあ、手に入ったりとかするんですけども、その時にマップがガラガラだったから、倒したら、一応誰か、キャラクターとして出てきてるものを倒したら、一応それはそれで金札手に入るんですよ。まあ、けどまあ、単独統一する分にはいいかって思ったんですけども、先に、金札、倒してたくさん取りたいな、みたいなことを考えてしまったんですよ。そして、マップにいろいろ現れて もう多分、もともと、もう、やめてしまった人のアカウント使って、コンピューターを動かしてるっていう状態。もう多分それですよ。現在チャット喋りかけても、友人申請しても返事ないんですよ。一番わかりやすいのは、なんちゃら何々 CPU ってちゃんと書いてるんですよ。コンピューターやん、絶対って。一応ね、こちらには攻撃は仕掛けてはなかなか来ないんですけども、今日は通常マップで攻撃仕掛けてこられて、ずっと無言なんですよ。本当に。で、自分より強い編成を持たれていて、二人がかりで攻めてこられたときに、途中でね、コンピューターが、人間が今まで、現在チャットとかで話した内容を覚えてね、どうやら稼働してるような、状況なんですけど、それでもね、今もうほぼほぼ単独統一確定、もう、その強い方の人というか、多分コンピューターだと思います。それなんとか倒して もうどうせ相手、なんか、ひしひしとっていう名前の人をね 日常残しにしてるんですけども、もう、いいと思います。相手どうせコンピューターだと思いますから。で、現在チャットで喋ってる人たちとかも、全く同じ文言をこう言い始めてきたりとかしていて、まあ、人間も同じ動きをどうしてもしてしまってるっていう、この辺で現れる人とか、同じこと言ってるだとか、そういうふうなことも、見受けられるんですけども、あとはレジ、どこのレジの前で、誰がどういう瞬間で現れたとか、みんな電波で動かされてる部分とかもあるんですけども、問題はその大きなスーパーコンピューター、アマって K が。で、それを民間の企業とかで、だから、まあ、中国のメーカーだから、多分中国の方でも大きなスーパーコンピューター、前の世代のものが余ってると思うんですけども、一人のアカウントで大体 5GB ぐらいあると思うんですよ。まあ 4GB かもしれませんし、3GB 台かもしれません。人によってアイテムの持ち数だとか、武将いくら持ってるかだとかで、容量がどん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 増えていきますから あれだけもう武将の数増やしちゃダメだって言ってんのに ちょっとそのエネルギーのその問題。だから、コンピューターが自動で僕たちみたいに、時間の経過とともに募集例使って、無料でね、募集かけたりだとか。だからこれ、だいぶ前、ビットコインっていうテレビのニュースあったわけじゃないですか。あれ、最悪コンピューターが暗号を解読とかして、銀行からお金引き出そうとコンピューターが知りたとか、なんかそんなニュース見たこと、皆さんあったでしょ？ありません。もう僕、まあ一応ニュースマニアみたいな形でニュースばっかりずっと見てた時期は長年あったので、あれこれと覚えてる方なんですけども、ちょっとね、自分の提案者が今えらいことになってるわっていうこと。もうその伝説の攻略も、もともとの普通に設定されてるコンピューターがちゃんとセッティングされてるんですよ。空白の城のところ。それ倒したらちゃんと金のことは手に入るから、そんなものいらないんです。聞いてもらった人たち。はい、皆さんで承認。はい、そういうことです。はい、もうそれで、ね、ちょっと余計なアカウント、削除しなきゃなりませんから、ちょっと皆さんご協力していただけたらなと思います。エネルギーの残存量もないから、これ多分ね、インターネット関係のゲームで同じような現象が多分世界中で多分起きてると思うんですよ。最悪、コンピューターがハッキングしてきてゲームに。で、スーパーコンピューターとか。で、ゲームを遊び始める で、電力使用されるっていう、ちょっとね、ね、もう数がべらぼうですから、本当に、もうべらぼう、ごめんなさい、分かる人しか分からない。昔ゲームであったんですよ。超絶リンチンべらぼうマンって、ゲームセンターで。超絶リンチンって、不倫のリンって書くんですけども、あれ、車輪のリンとかでも意味当てはまるみたいなんですよ。で、機械みたいな、ロボットみたいな、まあまあ、どちらかというとヒーローものみたいなキャラクターで、よくわかんないですよ、仮面ライダーも途中で機械化とかしてるから。これ、いや、一番最初がよく考えた、あのベルト機械やったんちゃう？
仮面ライダーって最初ヘルメットでしょってごめんなさいね、話が離れ始めて、まあ、頭なんか取られてるかちょっと分かんないですけど、いつもこの頭の行き先について僕も行方不明の捜索事件っていうことどこで使われてるのか本当にね、もとにもかくね、余計なねエネルギーの消費っていうのは本当にもったいないですから、その余計なアカウントを早く削除するっていう、はあ、あの ID 番号で我が天下に関しては両方のサーバーと、それは ID 番号は統一してるんですよ。だから今のところダウンロードされた人たちの数は僕みたいにアカウント重複して、あと途中で、ね、もうすぐにあこんなゲームいいわってやめた人たちを含めて今、まあ、700何十万人っていうダウンロード数です。まあ、2じゃないですね。700何十万ダウンロードという形です。まだ1000万ダウンロード入ってないですよ。なんで休みの日までコンピューターと戦わされなあかんの岸田総理が言ってた、岸田さん、元総理、岸田さんが言ってたのは、COP28 か30か38かも忘れましたけども、なぜ COP って言い始めたのか分からないです。スコップにしときゃいいのに、重機使わないで。コンピューターと戦わなければならない、戦わなければならない時代になってしまいましたって、それ、そういえば、だいぶ前の総理、安倍さんも言ってたの。国会でも全力で答弁しながらね、人間は戦わなきゃならない時もあるんですとか、なんかそんなことを全力で、まあ、ガソリン車の生産停止に話持っていく時に世界中の政府上層部に、まあ、僕の方で言っておきましたけども、まあ、コンピューターの方はどういうような稼働をしたのか、オリンピック、今回パリオリンピック、ロシア参加放棄してくれたじゃないですか。それも国連のトップのグレーテスさんに行ってもらったんですよ、僕からなんて。だから多分もう僕っていう存在は、もうこの世に絶対いなくちゃならない存在だと思うんですね。もうそういうように、世界中の政府上層部とか国連の上層部で、こんな一民間生活保護者で、ね、名前覚えておいてもらってる人なんて、まずいないと思うんですよ。今日は晴れの方針で、今日はちょっと面白い話とかしてたんですけども、途中から雨降ってきたんですか。コンピューター、もうね、またその編成はね、テーマ武将で政治編の武将でね、6体揃えていて、で相手にバフを無理やりつけてきて相手を強化してくるっていうややこしい。わかります？この間台湾が勝ったでしょ。だからコンピューター政治編のその武将を出してきて、あの編成もね、どの編成がどの編成に対してどういうふうに有効なのか、もう本当にもうじゃんけんの世界で、そんなもの現場でいちいちボコンリセットして新しく作り変えるか、無理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 。まだ県令なんですけどね、もう今もう88ポイント一応今のところの我が天下は、昔は攻撃してね、相手に敵対行動をしてしまったら、その人間がね、時間の経過とともに途中で抜けれるじゃないですか。一条残しとかあるから、あれ最初一条残しでもほったらかしでそのままの状態だったんですよ。で、その一条残しをしたとしても、途中で放棄したときに、ポイントが相手の方に行くんですよ。だから、攻撃を仕掛けてきて、自分が白増やしていて、攻撃仕掛けてこられて、時間の経過とともにドローンをすれば、相手の方に8ポイントつけれるっていう形。相手は上の方の感触に生かされると。で、上の方の感触に行ったら、ものすごく強いっていう、最初の方の出だしとか、後の後半戦、特に後半戦、ずっと居残り組の人たちとか。そんなに僕はないよ、こっちはって縛った買っちゃったって。それは今のところ途中でドローンした人間とかに関してはポイントはカウントされないようになってます。これが正しいルールです。ポイントをなすりつけようっていう話はまあなくなってはいます。だからちょっと
これね、野球スポーツの結果でこうなったら我が天下っていうゲームでこういう風になってまあバフってね、まあ、強化するものでデバフはあデバフって呼ばれているものは相手を弱体化させるようなものなんです。例えば昔で言うとこう毒とかを相手につけてそのキャラクターの毒つけたキャラクターの計略の、威力のその 20% 分が、毎ターン、兵士が、どっか行くとかまあまあ他にも攻撃力はね、物理的な攻撃の方の攻撃能力がもう極端に低下したりだとか物理型の武将が、ね、完全にそれやられたら全然攻撃力が発揮できなくなったりだとか、まあいろんなのがあるんですよ。で、そう無理やり相手を強化してきた時その相手のねバフが消えた時に、もともとは相手が自分で自分をこう強化するような内容のものを、まあまあ編成のね、舞台の中に入れておいて、こう、どうこうみたいな、そのプラスアルファで、フォースが回復したりだとか、追加行動ができたりだとか、何十パーセントという確率でだとか、まあそういうようなところでね、まあその強化、相手の強化がなくなった時に、だから、バフはつけるわ、バフは消すわ、武将を入れておいて、そしたらずっと動きやるんで、よく動いてくるんですよ、こう。最初これ、ちょっとどうやって倒すねんって思った時に、まずは自分の編成のところで、まずバフを自分につけないように、強化しないような編成、これどっからどこまでが強化。だ消えたりとかだから、だからまあスキル、フォースがアップする分のようなバフに関して、まあそれはバフじゃないみたいなんですけども、だから消えたりする云々とかの話で、だからまあそれは多分違うとは思うんですけども、だからコンピューターの受け取り方次第よ、本当に。僕は証拠の映像とかを抑えながら、コンピューターの内容を今固めてるところ。もうめちゃくちゃややこしいですよ、本当に。以上です。ちょっと途中から笑い話なのか何なのかよくわかんない話になったかと思うんですけども、それで今日はコンピューターみたいな、相手人間かもしれないですけども、多分、おおよそのところでコンピューター。ほんと大変でした。今日の通常曲。今これ撮影してる間に攻撃仕掛けてきてるかもしれないです。ちょっと確認してきます。以上です。ちょっと本当、加瀬専門家にしてますで、本当政府も僕が特許を申請してからっていうルール残してなかったら、政府の政治家の人たちも多分コンピューターで攻撃されるんだと思いますよ。だから睡眠不足にさせられたりだとか、だからまあ、いろんな点、第二次世界で戦時代が嘘だった。嘘やん、東条英機死んだことにした話が嘘だった、それじゃなくて第二次世界大戦自体が嘘だったのって、ほんまよく考えたら最初から日本日米野球で仲良くしてるわって、で国連の動き見とっても分かるって、だからそれけど、それアメリカと話し合わせて自分たちで歴史作ってる可能性があるから、自分たちで戦争したこと最初だからオリンピックで、ね、1800何十年っていう頃に、オリンピックが14カ国でヨーロッパの国々で集まって行い始めて、でエネルギーを大量に消耗してたから人が飛び返して、でお客さんもそうですけども、でそれでもうこれやめとこうっていうことになって、まあ、穴掘ってる人たちの方が昔からもう有名になってるのはもう有名でしたから、だからそれでね、1800年代ぐらいかな、1900年前後ぐらいの頃にオリンピック一回解体されてるんですよ。で第一次世界大戦が始まったことにして、でもその日本も国際連合に加盟、国際連盟に、最初は国際連盟だったんですよ。で国際連盟に加入したんですけど、こんな無茶苦茶なやつ話よう付き合われいうことで脱退したのか、アメリカは最初から参加しなかったみたいなんですけども、もう本当の歴史、それ探すの無理やから。わかりますよ、言語見たら。あんだけ母国の言語むちゃくちゃなまま、ヨーロッパのいろんな人たちが1700年代にはもうアメリカにもうだいぶ行ってしまってますもの。あんなにたくさん行ってしまう。どんな会議になるかもう皆さんわかるでしょ、ソビエト連邦。崩壊してから分かった方で、あの国も言語違う、この国はこういう風な言葉になってるって。そんな、こんな国、いろんな言語バラバラだと、そんな人たちで会議集まっても絶対無理やって。テレビとかラジオが普及したら普及したで、情報は一応、表立っての情報は広まるんですけども、それに騙されるか、造語に巻き込まれていくか。
一文字飛ばしとか二文字飛ばしとかね。まあ、薬剤に関してはもともとの薬剤師のことですよ。まあ、医療業界とかが極端に悪いことをしていたっていう、その毒ガス兵器とかね。だからそういうふうなもの、コロナウイルスとかもそうですけども。だから、この間、有馬警察署の日々、平日勤務してる年配の人がいるんですけどね、まあ、その人に電話かけたときに、もう一回驚かれたんですよ。何でお前にも言ったんですよ。だけど、覚えてなくて、で、有馬警察署の昔、もう引退された年配のね、警察官の人とかが、こう、テレビを見てるような画面でね、こう横からこう映ってるんですけども、昔から、白黒の頃から、映像加工あるとかね、そういう。すごい年配の人です。そういう映像は僕の家に回ってきていたりとか、たまに僕思うんですけども、多分僕かなり一般人の人たちが見てないような映像を見てるんだと思うんですよ。だから分からない、その、東條英機っていう人が、死んだふりで亡くなったことになって、それ全てを考えていくと、東大の人たちが学生運動っていうことで暴動を起こしたのは全部嘘つきっぱなし。原爆投下されたこと。第二次世界大戦が始まったから、それでスポーツ業界を止めようとしたんじゃないかなっていうところですね。以上です。どう考えても、あんなにものすごい被害出したら、助けなきゃならない人と、復興しなきゃならない範囲の、その、助けなきゃならない人と、助ける側の人の比率、いやいや、日本全体が助けてもらわなあかん状態なの。あんなことしたら復興なんかできるわけないやんっていう。だって、阪神淡路大震災の被災者でしたから、僕は。だからもう全然復興なんかなかなかできないでしょ。10年かかって、僕は、が、もともと生まれ育った神戸市、兵庫区東山町4丁目16の18の東山高校604。結局建て替えるのが終わったのが10年後ですもん。浦島太郎ですよ、本当に。何やったら一軒家買う話って所得税の構図で家のものを持って。でしょ。絶対こんなの最初から積まれてるやんって、地震が発生した時点でって。まあ、能登半島の人たちの件に関しても、その仮設住宅できたらもう年金暮らしとかしてる人たちで。そのまた新しくその引っ越しとか大変だから、もうそのまま、家賃無料のまま済ませてあげたらいいって、もうそれでまた撤去費用とかややこしいから、もうそこは住んでるんだからっていうようなね。僕の感覚は仮設住宅で暮らしていた時に家賃ただって聞いた時に、え、本当なんですかっていうさ、それで線をプラスマイナスをね、調整するっていう、ちょっとした調整は人にもよるんだけども、って言ってた人がまだ来た時に、ごめん、この間の話、自分の意見も入ってるから、ちょっとなしにしたみて。やっぱ、いや、もういろんな人がいろんなこと言ってるわ、でもいいと思うから。そんなにいろんな地域の会議まとめられへんから。実は市議会とか県議会のことでした。もうこんなややこしい世界作ったら絶対こうなりますよ。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知も設定、よろしくお願いいたします。もうだいぶね、もうこの間でも味しめてしまった方ですよ。天の神様のお祈りしておけばと。ちゃんとエネルギーの残存量問題に沿った内容で、力の分配、コンピューターの方と、だからもうこれだけコンピューターに支配されまくってるこの世界も僕もどうかとは思うんですけども、だって、選手の人たちが自分たちがロボットになってるんちゃうか思うでしょ。僕もすれ違う人とかのパターンとかも動いてる僕もそうだから、わかんない、本当にもうこんなような、もう結婚話はもう本当わかんない。なんで人間が性格あった時まで嘘言うのっていう、本当のこと言ったらいいやんっていうね、そういう話、いい加減な対応しないで、だから最初から自分の名前と名前と電話番号とか連絡先ちゃんとメモしておいて渡したらいいのにって。本当それですよ。だから一応僕財布の中に一応電話番号を書いたものはメモして置いてるんですよ。で、まあ、ホームページ荒木英輔の履歴見たらね、住所ちゃんと自分で載せてるから、文章の方で最初の以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知を設定よろしくお願いいたします。ご苦労様でした。ちょ、ほんと河川水門返してきたまつねん、手伝ってくださいね。絶対僕一人のせいじゃないから。